ねほせよちゃまでございます。見てほらほら、ユナイテッドの親友に来たよ。ちゃまでございます。今日は皆さんに、この動画を見てる皆さんだけに、特別にお教えしたいことがございます。それは、死んだと思われた、死んだと思われた終身ずらし、復活させる方法です。まあ確かにね、使わない方がいいんですよ今作。まあ復活させたところで、じゃあ使うのかと言われると、使わない方がいいです。もっと強い攻撃あります。それはまあ、いずれ動画にしていきますんで、お楽しみ、お待ちくださいませ。なぜじゃあお前はね、そんな獣神ずらしなんて古臭い、もう獣神ずらしは死んだんじゃ、もうその話はやめてくれみたいな感じでみんなそう思ってるだろうけど、まあそうなんだけど、やっぱ手癖でやっちゃうことってあるじゃん。あいつにパス出したら獣神でな、ずらしできるみたいなのは癖でやっちゃう、そういうシーン僕もあるんですよ。でそういう時に点を取れたらなっていうことで、まあお伝えしたいなと思います。大事なのがキーパーの移動するポイントなんですよ。見ててくださいね。これね、こうやって、はい、あ、ちょっとそこのパスずれるか、なかなかね、中心ずらしのペナ内のこれ、まあ、今ディフェンスに当たっちゃいましたけど、中心ずらしをした時に打つでしょ、見てて。あ、リプレイで見ようか。そうだね、リプレイで見ましょう。はい、リプレイでね、この画面がいいのかな、これがいいか。で、まあ、ここパスずれますと、ここで打てれば一番良かったんだけど、この次ですかね。はい、ここコースまだ空いてないですね。これ多分触られちゃうんですよ、これだと。ディフェンスに当たっちゃいましたけど、じゃあ見てください。じゃあ、はい、キーパーはじゃ あそこで待つのかというところで、重心ずらしと同じようにダイレクトでニアを狙うっていう選択を僕は考えたんですが、それだとね、割とね、入らない、枠に行かない、チョンで行っても枠行かない。じゃあどうすりゃいいんだと思って、こういう風にね、スローで何回も見てました、こういうシーンを。で僕気づきました、あ、キーパー一応動いてはいるんだみたいな。動いてはいるけど、2018と比べて2019のキーパーは動き出しが遅いと。動き出しが遅いから2018の時はこの打った瞬間にはもうニアにいたけど、2019ではまだファーにいると。だから取られちゃうんだってことを考えました。そうです、ワンテンポ待って打つ、これがチャマが出した答えです。見ていただきたい。はい、あ、ちょっと左で打ってしまったな、わかります、ちょっと待ちます、ちょっと待ちます。ただここでね、やっぱペナ内で、ペナ内、今までの重心ずらしがなぜ強かったかというと、ダイレクトで打たれるから、まカーソルチェンジが間に合わなかったんですね。それをね、そんな待つ時間あんのちゃまと。ちょっと今のは近すぎなんですけど、今のはちょっと近すぎなんですけど、待つ時間あるのという疑問生まれてきますよね。ご名答です、待つ時間なんてありません。だから待って、ワンテンポ待っても打てる、そういう状況とかじゃないと無理なんですよ。こんな感じで、はい、今のはまあ全然入らないこいつ。奪って、まあこういう感じでキーパー防げる、ワンテンポ待てば、だトラップするで、今のいいところなんですよ。ちょっと待ってね、この前か、あれ、この前これ、あ、映ってないか、ちょっとムバッペの動きをね、見てもらいたかったんですけど、ムバッペの動きをなんで、どこ見ればいいかというと、捕まえられてない時があるんですよ、ムバッペのこと、ムバッペのことを捕まえられてない時があるんで、その時に、ね、まあムバッペじゃなくてもね、はい、ちょっと待ってね、これちゃんとマジで入りますんで、マジで入りますから、ちょっともうちょっといい位置で打とう、邪魔、落ち着いて、
耳のかゆさは今忘れて、うん、でもあのめっちゃ止められる真正面で止められるやつよりはちゃんと空いてるでしょ。はい、このパスむちゃくちゃずれるよね。やめなさい、ちょっとこれ出すところがないですね。一回一回退散しましょう。一回ディフェンスえぐいやん。これ趣味の AI がねまたチックになっちゃってるんですよね。この作品やめとけって言ったのに、守備賢くすんなって言ったのにまた賢くなっちゃってるんですね。いや打たせてマジでまあこんな感じで入りはするんですけど、そんなにね打て待ってくれない時ある。打たせてマジで今のね絶対入ってたの今の。打たせてよ打たせてよ。攻撃意識上げましょう。攻撃意識上げて、にお前ら行け行けお前ら。はい、これ今の相手の攻撃意識をね上げましたからね。いいんじゃないこれ。こんな感じ。これをねちょっと待つ。ただまあ何回もね見て分かる通りですね、そんなにこう簡単には打たせてくれない。そこでチャマが提唱したいのが、フェイントを入れる。トラップギアフェイントを入れて、フェイントってねちょっとだけそのなんか無敵状態みたいな感じで足をねディフェンスが足を出さない、もしくはそれがファールになっちゃうっていうところがあるんで、それを使っていこうというところがまあ本題なんですよ。サクッと決めてね、もうすぐこの本題に入りたかったけどなかなかでしたね。カンテが今あそこってくれたんですけどね、あこの辺のね、いやもうちょっといいの打とう、もうちょっといいの打とう、待ってくださいね待ってくださいね。フェイント入れると、フェイント入れていくよみたいな、はい、これです、まあ、こんなんでもいいしルーレットでもいい。そしたらもう打つときにはキーパー動いてるから、でこれをまあ軸にね使うのは良くないと。これを軸に使うのは良くない、まあ、そんなにね入らないんですよ。だからなのでやっぱり狙わない方がいいんですけど、もう出しちゃったと、出しちゃった、あの重心ずらし打てそうなやつ出しちゃったからやるしかねえっていう時は1テンポ待つ、もしくはフェイントを一発入れるっていうのをやると、まあやらないよりは高確率でまあ、ちょっと得点率上がるよぐらいの感じで思っててください。でもこれにねちょっと今のちょっと位置があるね、まあ、こんな感じです。まあ、こんな感じでフェイントを入れて、ちょっと今のもね、まあ、言い訳をさせてほしいわけですけど、若干ちょっと位置があるかとか、もうちょっと手前の方がいいんですけど、ウイングにしましょうか。今ね、今ちょっと2トップにしちゃってるからウイングにしましょう。まあ ST でもいいんですけど、今作はウイングより ST の方がいいかもしれません。疲れちゃってパーパーね。ジルーかデンベレにしよっか、ね、いかがでしょうか。これもう重心ずらしこうやってやっていってください。この辺だ、ここかなみたいな。めっちゃ出すやん、そう今パスサーチ3なんでね、はいはい、ここで上げるよと見せかけて、ここワンテンポワンテンポで、できればですけど、できればちょっとそのファー側に一歩ドリブルした方がいい。ただできないこともあるだろうから、そういう時はワンテンポその場で待つだけでもいいですけど、ファー側に行った方がより入りやすくなります。危ないよね、はいはいはい、まあ、この辺でも入ってたよね2018はね。入らないんだよね、はいはい、いやそんなパス伸びる、
で、じゃあちょっとね、こうやってまあ中心ずらしのやり方をね教えたんですけど、中心ずらし狙わない方がいいって言うんだったらどうすりゃいいのと。もう断然ね、この辺でボール持てた時は中心ずらす、ずらし行くと見つかけてクロス上げた方がいいです。今作クロスそこそこ強いです。で、 R2 のクロスも復活してるんで、ただ、2016ほどの精度はないです。2016、2017ほどの結構ランダムでね、ブレちゃうところはあります。この辺までカウンターとかウェイって言ったら R2 で、あ、そっち行っちゃうんだみたいなあるんですけど、そういう時はね、落ち着いてトラップしたら結構こういうみたいに入ります。本当だったら一番奥の人にやりたかったんですけど、ここはちょっとパッサーチさんの魔力があるんで、だからクロス上げます。2つ選択肢をね、サイドでは持てると思うんですよ。普通にクロスを上げるか、クロス上げると見せかけてそっち側、クロスのコースを切ってこようとしたら、ドリブルで逆に切り返して中に入っていって重心ずらし、重心ずらしの時は、ワンテンポ遅らせるか、フェイントを入れてちょっとこう、なんていうの、まあ間を持たすみたいな感じでやっておいて、でこれちょっとあのコンピューター AI に守備させてたんで、対戦相手というか相手の方ね、丁寧についてきてましたが、相手が人間だとカーソルチェンジのズレとか、あとはまあ反応速度でこの、あのコンピューターよりより決めやすいんで、実戦とかでちょっとあの2018の癖が抜けずに重心ずらし狙っちゃったっていう時は一瞬待ってみてはいかがでございましょうか。まあでもこれはあの2019の軸にはならないです。本当もう困った時は試してみてもいいぐらいの、打ってこ変になんていうの、キーパーに正面キャッチされるぐらいだったらこっちの方が確率高いよぐらいの感じ。他にもいろいろありますんで、どんどんじゃんじゃんちゃま紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。終わると思ったか、お前たちを殺す、行くぞ。ちゃまくんじゃんけん、最初はグー、じゃんけんパー、まったねー。Thank you.